に見えるのが大島です。山の向こう側から黒い煙がもくもくと上がっています。地震から3日が経ちましたが、向こう側ではまだ火が燃えているものと思われます。津波で壊滅的な被害を受けた気仙沼市の離島大島では、地震後火事が発生しました。今日は海水を汲み上げて消火しようとヘリコプターが向かいましたが、風が強いため作業は進んでいません。また気仙沼市によりますと、市内2カ所の小学校に設けられた遺体安置所には合わせて140人の遺体が搬送されているということです。宮城県警のまとめによりますと、今日正午現在、検視を終えた遺体は643人に上ります。このうち261人で身元が確認されています。こちら駅のホームなんですが、壁がすべて崩れ落ちて、もうむき出しの状態になっています。建物の損傷が大きく、現在立ち入り禁止となっている JR 仙台駅の内部が地震後初めて報道陣に公開されました。新幹線のホームは天井のほとんどが崩れ落ち、壁が剥がれて奥の階段が見えるなど、地震の揺れの大きさを物語っています。幸い駅の中でのけが人はいませんでしたが、未だ復旧のめどは立っていません。 JR 東日本はいち早く復旧できるよう最大限努力していくと話しています。